こんにちは、まおです。今回は久しぶりにバーやリノがなくても OK、 15分で完結するバーレッスンをやっていきたいと思います。ぜひ一緒にやってみてください。まずはウォームアップからです。両手バー6番のポジションで首を大きく回しながら片足ずつルミを行っていきます。今回は左下に足元拡大の映像を差し込みました。ちょっと恥ずかしくはあるのですが、もし細部が気になる方はそちらをご覧ください。プリエから両足ルルベ、そのままかかとが下がらないように膝を伸ばします。次はルルベのまま膝を曲げて床にかかとをつけます。それではプリエを使いながら上体を左から右に倒しましょう。左脇をしっかり伸ばしてくださいね。そしたらそのまま左を向いて後ろに体を倒します。それでは反対も同じことです。ちなみに今回はあえてタイツを履かず裸足で行っているので、どういう風に筋肉を使っているのかもご確認いただけるかと思います。そしたら足を1番に開いてください。右足ドゥミ、甲を伸ばします。またドゥミを通って1番、単純2回です。左も同じことです。足裏を柔らかく丁寧に使いましょう。なるべく高いドゥミを通って単純、戻る時も高いドゥミを通ります。それでは右足をインにして体を前に倒します。もも裏をしっかりストレッチしていきましょう。そのままのポジションで上体を起こし、左に体をひねります。で、反対も同じことです。この時に右の付け根が前に出てしまわないように、お尻の高さを一緒にするようにしてください。右に体をひねったらおしまいです。お疲れ様でした。次はプリエです。右のみ行います。ドゥミプリエ2回、グランプリエ1回です。プリエは屈伸運動ではありません。滑らかにどこも止まるところがないように行ってみてください。グランプリエも2カウントで下がって下で止まるのではなく、すぐに2カウント使って上がってきます。それでは前にポールドブラをして、その後アンオーでルルベでバランスを確認しましょう。床を押しながらルルベに上がります。足首がグラグラしないように気をつけてください。そしたら2番でも同じことです。ドゥミプリエをするときはかかとが上がらないように気をつけましょう。そして2番はグランプリエの時もかかとはついたままです。かといって足の間隔を肩幅以上に広げないでくださいね。それでは次は後ろにポールドブラして、またルルベでバランスの確認です。ルルベの時、小指バランスになっちゃってませんか？人差し指を意識すると小指バランスになりにくいです。そしたら4番でも同じことです。足元拡大の方の映像を見ていただくとお分かりいただけるのですが、4番のポジションは前足のつま先の真後ろに後ろのかかとが来るようにしましょう。それではバーの手の方にポールドブラー、その後バーの手を離して反対側にもポールドブラーをします。上の手は綺麗なアンオーを忘れないでくださいね。それでは5番で同じことです。5番プリエは片足重心になってしまわないように注意しましょう。そして後ろ足の膝が前に来てしまいがちではありますが、しっかりアンディオールしていきましょう。最後は前横後ろに上体を回していきます。お尻の位置はなるべく変わらないように、前に倒した時に後ろに行っちゃったりとか、後ろに倒した時に前に行っちゃったりとか注意してください。最後は5番のルルベでバランスの確認です。両足の間に隙間が空いてしまってませんか？内ももを使って締めましょうね。それでは綺麗に最後まで終わります。お疲れ様です。次はバットマンタンジュです。まず前のタンジュ、ゆっくり1回、早く2回です。ウォームアップの時に確認した高いドゥミを通りましょう。続いてはクペからプリエで前に出す、そのまま横にロンドです。横と後ろ同じように行っていきます。横タンジュは1番を通るように5番に戻していきましょう。ロンドの時はつま先先行です。後ろのタンジュは5番に戻しにくくありますが、かかとのこと忘れないようにかかと先行で戻していきましょう。アンデダンのロンドはさっきと逆、かかとから回してきます。そしたら横タンジュ1番5番2回、その後タンルルベ2回です。最後まで足裏滑らかに高いドゥミを通りながら行ってくださいね。はい、おしまいです。それでは左やっていきましょう。単純から5番に戻すときは、なるべく膝は曲がらないように。ちょっと私みたいに X の方は曲がってしまうこともあると思うんですけど、5番になった瞬間にちゃんと伸ばしてください。
膝を曲げないで戻してくるためには軸足の引き上げが必要です。軸足に寄りかかりすぎてしまうと足の長さが短くなってしまって胴足の長さと合わないっていうことになっちゃうんですよね。なので戻してくるときに膝を曲げないと戻せないっていう現象が起きてしまうんだと思います。引き上げと言っても難しいとは思うんですけど、床を押す力で上に上がるっていうようなイメージでやってみてください。はい、お疲れ様でした。それでは次、バットマン10手やっていきましょう。前から10手2回、ピケ2回です。10手は出した足が流れてしまわないように一瞬止まる瞬間っていうのを作ってみましょう。10手も先ほどの単手と同様、膝が曲がらないように強い足で行っていきましょうね。後ろまでやったら横フリック、フラック、後ろに5番、後ろから同じことです。5番のこと忘れてませんか？もちろんできる範囲で構わないのですが、なるべくつま先とかかとが近づくようにトライしてみてくださいね。フリックフラックもしっかり5番を通ります。はい、お疲れ様でした。左もやっていきましょう。ピケは上アクセントです。間違って下にボンボンって打ちつけないようにしてください。そして足に気をとらわれすぎて上半身のこと忘れてませんか？特にピケのようなちょっと強い動きをすると上半身が振られがちですが、しっかり上半身は保つことを意識してくださいね。後ろの時は足が上体からはみ出ないように、横はなるべく真横に持っていきましょう。そして逆に前はクロスしがちなので気をつけてください。フリックフラッグは最後まで綺麗な5番を通ります。はい、ありがとうございました。次はロンドジャンプパルテールやっていきましょう。1番からプリエでロンドから始めます。これがロシア流のプレパレーションです。まずはゆっくりロンドジャンプ2回、そして早くロンドジャンプ4回です。いつも言ってますが、ロンドジャンプはなるべく大きな円を描くようにしてやってみてください。この後はプリエを使ったロンドジャンプ2回です。プリエを使うのでさらに大きな円が描けますよ。次は前に足を45度に上げてパッセを通って後ろに行きます。それではアンデダンで同じことです。綺麗な1番は通れていますか？ちゃんと1回1回かかとが床についているでしょうか？重心がずっと軸足というわけではなく、1番を通るとき1回胴足にも重心が来るので、それを忘れないでください。そしてここはできる方はボディも使いましょう。後ろからパッセを通って前に持ってくる動きはかかと先行で動かします。それではプリエを使って前にポールドブラ、その後ルルベで後ろにポールドブラをして終わりです。ルルベで後ろに反るときは両足にちゃんと体重を乗せてくださいね。はい、ありがとうございました。それでは左もやっていきましょう。単手の時にも言いましたが、アンディオールのロンドジャンプはつま先先行で動かします。特に横から後ろに持ってくる時、かかとが上になっちゃわないように注意しましょう。速いロンドジャンプの時は上体が揺れないように気をつけてくださいね。プリエを使ったロンドジャンプはプリエが前の時より横の時の方が深くなるイメージでやってみてください。前からパッセを通って後ろに動かす時は膝先行で動きます。アンデダンのロンドジャンプはどこから動くんでしたっけ？そう、かかとからです。特にアンデダンのロンドジャンプの時、前がクロスになっちゃうというか、ちょっと深く持ってきすぎちゃって、つま先が軸足のつま先のところまで来ちゃうっていうことがよくあるので気をつけてください。正しくはつま先がだいたい軸足のかかとの前ぐらいです。ちょっと疲れてきて軸足に全体重かかってませんか？引き上げましょうね。なるべくお尻が後ろに下がっちゃわないように前ポールドブラ。次は前に突き出してしまわないように後ろにポールドブラしていきます。最後まで綺麗に終わりましょう。お疲れ様です。次はバットマンフォンジュとロンドジャンプアンレールをやっていきます。右左続けて行います。まずはフォンジュ前に1回です。とろけるようにねっとりと動いていきましょう。そのままプリエを使ってアチチュードです。で、後ろも同じことです。
横はドゥーブルフォンジュアンレール2回、2回目プリエからパッセで少しバランスの確認をします。アンレールは膝が前後に動いてしまわないように気をつけましょう。軸足はルルベじゃなくても大丈夫です。プリエの時にも言いましたが、フォンジュもどこも止まるところはないです。特に膝を伸ばす時にピョンと軽く伸ばしてしまわないように気をつけてください。ドゥーブルフォンジュはプリエの膝を伸ばした時に胴足のクペが下がってしまわないように注意してください。最後、パッセでバランスを取る時は軸足にパッセの足引っ掛けてませんか？気をつけてくださいね。それではステニーをして左から同じことをやっていきましょう。ちょっと辛いですが頑張ってください。ここでも軸足のこと忘れないでくださいね。プリエの足、膝が前に来てしまっていませんか？そして余裕のある方はバーの方の手のことも意識してみましょう。お家なので私のように壁を掴んでらっしゃる方とか、バーとか椅子を持ってらっしゃる方とかいろいろだと思うのですが、なるべくバーの手は肩よりも前に来るように、そして肩が上がらないように気をつけてください。前のアチチュードはかかとが最大限上を向くように。後ろのクッペの時は膝が前に来がちです。気をつけましょう。アンレールの時は膝がなるべく上下にも前後にもしないように。どういうこと？と思った方は足元拡大の方の映像を見てご確認ください。最後まで綺麗なパッセでバランス取ってみましょう。はい、お疲れ様です。続いてはバットマンフラッペです。ルルベでやってしまいましたが、アテールでやっていただいても構いません。まずはフラッペ2回、バッチュ2回を前と横行います。十手と同様、一瞬止まる瞬間を作るように強い足で行いましょう。続いてはフラッペ前2回、横2回、その後バッチュ7回です。バッチュもアンレールと同様、膝が前後しないように気をつけてくださいね。それでは後ろからも同じことです。バッチュの時はシルクドクピエの前後をはっきりさせてください。後ろのフラッペの時はお尻から持ってこないように気をつけてくださいね。できる方は最後のバッチュ、手も一緒に使ってみましょう。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。それでは左もやっていきましょう。足に気が取られて上半身のこと忘れてませんか？背筋伸びてますか？難しい動きになってくると、だんだん首が前に落ちてきちゃって背筋が丸くなってきちゃう方が多いので、難しい動きの時こそ背中側を意識するっていうことやってみてください。そして後ろの時はね、特に軸足もインになりがちです。軸足がインになってしまうと一緒に胴足もインになってきてしまうので、少しでもアンデオール気をつけてくださいね。もうすぐ終わりです。最後まで気を抜かないように綺麗に終わりましょう。はい、お疲れ様です。それではアダージョをやっていきたいと思います。まずはクペから足を前に出してプリエを使って前にポールドブラです。呼吸を使いながら柔らかく行ってください。そして前のストゥニュー、プリエを使ったデブロップのような動きですね、から膝を伸ばしてアチチュードです。その後後ろ同じことです。音楽とともに流れるように、どこも止まることがなく体を解放させるようにして動いてください。次は横も同じことです。出入の後は足をパッセに戻します。デブロッペは自分ができる一番高いパッセを通りましょう。続いては足を後ろに出して前ポールドブラ、その後後ろにポールドブラ。皆さんちょっといつもと違う不慣れな動きをして上半身固まってるんじゃないかなと思ったので、今回ポールドブラを多めに組み込んでみました。それではアラベスクからのプリエアップでアチチュードで少しバランスを取ります。人それぞれだとは思うのですが、私の場合はアチチュードやアラベスクをするときは少し重心が前だと思った方がバランスが取りやすいです。最後はアロンジェに持ってきて綺麗に5番に締めて終わりましょう。それでは左もやっていきます。アダージョが苦手な方って多いと思います。私も苦手で、あんまり好きな動きではないのですが、そういった苦手だとか嫌いな動きとかってとにかく固めて動いてしまいがちなんですよね。で、余計にできなくなるっていう問題が起こってしまうので、なるべく音楽を聴いて流れるように開放的にというのを心がけながらやるようにしています。
結構バーレッスンとバリエーションみたいな踊りを分けて考えてしまう方も多いと思うんですけど、私はバーレッスンも踊りの一環としてやっています。もちろん基礎の練習ではあるのですが、ロシアバレエでは結構バーレッスンからボディを大きく使ったりだとか、音楽を聴いてっていう注意を受けることもよくあったりしますし、バガノア時代は見せるレッスンみたいな一種のパフォーマンスのようなバーレッスンをしたりしていたんですけども、まあ、結果としてそれが踊りになった時に音楽性につながるとかっていうところがあるのかなと思います。なので特にロンドジャンプ、フォンジュ、アダジオあたりは音楽もすごく綺麗ですし、踊りとしてやってみるとまたちょっといつもと違う感覚でレッスンができるんじゃないかなと思うので、よかったらやってみてください。はい、ということでお疲れ様でした。それではラスト、グランバットマンやっていきます。あとちょっと頑張りましょう。最初は前に単純1回、グランバットマン1回です。そしたら前にグランバットマン、バランス後ろ、もう1回前にグランバットマン、次後ろ、同じことやっていきます。グランバットマンはアクセントは上です。間違っても5番の方にアクセントが来ないように注意してくださいね。続いて横単純1回、グランバットマン1回を2回繰り返します。そして最後はパッセでバランスです。さっきアテールでバランスを取った方も、よかったらルルベでトライしてみてください。はい、お疲れ様です。それでは本当に最後、左もやっていきましょう。グランバットマンはとにかく放り上げろというふうにロシア人の先生は注意されます。しかし軸足はしっかり床を押してください。特にフローリングの上でやってらっしゃる方は滑って転んでしまっては危険なので、しっかりと床押すように意識してください。で、さっきアクセント上って言ったんですけど、放り投げるまでは早く、そしてその後下ろしてくるときは少しゆっくりめっていうのが理想のグランバットマンになります。ということでお疲れ様でございました。またこういった実践系の動画も増やしていきたいと思いますので、リクエストお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。